フランソワ・コネシアは、フランスの天文学者、アンケンの名はボラナットで生まれた。リヨン大学で、リヨン天文台の創立者のシャルル・アンドレイ教授の最初の学生となり、1879年に卒業後、新設されたリヨン天文台で1880年から働くことになった。天体の位置測定の精度向上の仕事で功績を上げ、1889年に、 フランス科学アカデミーのラランド賞を受賞した。1892年に博士号を得た。1900年に天文学の分野でも有力な学者であるアンリ・ポアンカレの推薦でエクアドルの木都の天文台の大長に任じられ、測地学や地球科学の分野の計測を行った。1906年にフランスに戻った後、1907年からシャルル・トレピエの後を継いで、 アルジェ天文問題の大長に任じられた。アルジェ天文問題は国際協力による製氷作成プロジェクトに加わった。アルジェ天文問題の同僚には同じく天文学者のベニアミン・ジェコフスキーがいる。なお、彼は生涯で2つの小惑星を発見し、小惑星のゴネシアは彼にちなんで命名された。ありがとうございます。